隕石パーソナルスタイリストのはるかぜみなです。今日も引き続き隕石の話をします。大好きかよ。隕石って話ですかごめん。大好きなんだよね。えっ、ー、と、今日はえっ、ー、とご質問をいただいたことをお答えしていきたいと思います。ズバリ隕石の砂はどう思いますか？という質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。えー、隕石の砂うん、別にいいんじゃないですか。というか、あのー、隕石の砂自体は全然。 いいと思うんでですすよよだって隕石のさ粉末状にしたやつですよ、うん、別にそれも隕石だからよく全然波動だとか問題ないし波動がその人と相性が合えば、あのー、いいと思うんですよただね今の市場の話なんですけれどもあのー、種類が全然少ないんですよ隕石の砂って見てるとあの私23種類しか私見つけられなくてもっと探せばあんのかもしれないけど全然ねえなと思って。だから 私としてはなんかすごく提案しづらいものだなと隕石の砂ピンポイントで依頼されたらまずこと私は今の市場状況だととお断りをしたいと思い思ますなんでかっていうと、あのー、たくさんの隕石、まあ、せいぜい私10種類くらい今隕石のを測った上であのお相手と,お相,手とあの相性がいいものをご提案させていただいておりますが。 砂だと3種類の中からせいぜい3種類くらいの中から相性がいいものを提案するっていうのってでも正直なんかちょっとな何かいやたまたまね偶然ねよかったらいいよでもさなんか3種類しかなくては80点50点40 点っていう点数がついてそれで一番相性がいいのが80点のこれですっていうのってなんかね私の中であの釈然としないしなんかテンション上が上がんないしえそれなんか意味あんのと思っちゃうんですよね私やっぱ根本的にやりたいのって隕石のパーソナルスタイリングをそもそも始めた理由っていうのが隕石せっかくお金かけて買うんだったら相性がいいもの買った方がいいに決まってんじゃんって私思ったんですよ自分自身が 欲しかったから、ね、自分の自分っていう人間と相性がいいものを持った方がいいだろうって思ったから私の思考の現実化を加速させる欲しものを欲しいですしかも相性がいいやつっていう条件でさゲットできた方が私は嬉しいからだからあの種類がいいっぱいある隕石のペンダンダトトップでで探したんですねあの他にもアクセサリーで相性がいい相性がいいっていうかあのデザインされたものって結構あるんですよ。あの ペンダントトップでしょイヤリングでしょこうブレスレットがあるんですねで一番パーッと見ててあいあ多いなと思ったのがペンダントトップが多いなと思ったからなんかすごい提案しやすくて私身につけられるしすごくいいなと思ったんですよでだからね、あのー、選択肢が今少ないあの隕石の砂っていう、あのー、市場に出回ってるのが少ない中で その中でたとえあのご提案していくっていうのが私の中であなんかそれはあのー、お喜びにつながるのでしょうかっていう思いがなんかちょっとありまして単品での依頼はお受けしませんただしあのー、隕石の形態としてあのー、優先にペンダントトップも身につけられるタイプならいいですとかあのー それに加えて波動がいいもの。高いものであればあの携帯は飛びません。例えば原石そのものでもいいですし、砂でも構いません。っていう風なご要望の中で、たまたま隕石の砂があのー。 上位、点数の上位に上がってくるのであれば、それもご提案にあげたいなと思っています。そういう形で隕石の砂はご提案したいと思ってますので、もし隕石の砂、単品でお願いしたいですっていう方いらっしゃいましたら、うん、ごめん、今の市場状況だってちっとちょっと厳しいから悪い、見送らせてくれっていうふうな回答になります。ご容赦ください。という隕石の砂のお話でした。隕石の砂自体はいいよ。隕石だからね。 という話です。じゃあね、またね。